シュレッドカイホークの酒井です。本日も作業終わりまして、今作業場から帰る時なんですよね。でまたこのラジオ形式ということで、まあ、ちょっと前回も開けさせてもらって、僕がこう結構すごく楽しいんで、またやらさせていただくということで、誠に申し訳ないんですが、まあ、アクセスもあんま上がらなかったんですけど、けどちょっとまあこれが結構僕の中で楽しみになっちゃってるんですよね。なので本日もこうちょっとラジオ的にダラダラとお話をさせていただきたいです。で今日のテーマは、まあ、サムネイルダメ人間みたいな形で書かさせていただいて、まあ、僕の作業が遅いっていうことですよね。まあ、そこでの言い訳になってしまうんですけど、そんな言い訳を話しながら少しお時間いただけたらと思います。で、まあ、作業遅いということで、実は言い訳で申し訳ないんですけど、まあ、今もこう作業場から帰ってくるって先ほども言ったんですけど、帰る途中で、まあ、今日寝坊しちゃったんですよね。で寝坊して、まあ作業場に来て、まあ作業をしてっていう、これ夜勤明けで週5日僕働いてまして、まあ2日休みなんですよ。けど2日休みって言っても夜勤だと、まあ出勤する時間が遅いんで、またまあちょっと微妙なんで、2日休みでもその1日目はほぼほぼ寝てるような感じなんですよね。で今日が2日目で、まあ今これ朝になってくんですけど、でまあ寝坊しちゃって作業場に行くのが遅れたんですよね。でもなんかその本当は今日その休みなんで、そのいろいろ作業動画を撮らなくちゃいけないとか言って、撮らなくちゃいけないとか言って、それを決めてるのも自分なんですけど、で撮らなくちゃいけなくて、まあ、そういう予定だったってことですよね。うん、でその予定であったんですけど、ちょっとそのうまいことなんかとこうやりたくないんですよ。作業がやりたいんですよ、やりたいんですけどやりたくない、なんかそんなあのテスト勉強しなくちゃいけないけど、それは分かってるんだけどやれないみたいな、まあそんな感じなんですかね。ちょっといろいろあると思うんですけど、まあそんな感じで、まああの憂鬱な気分で、まあ寝坊もしてしまってということでね、憂鬱な気分で作業場向かったんですよ。でなんか僕にとってのその作業場っていうのは、なんか昔学生の時とか図書館で勉強するとなんかはかどるみたいな、周りが静かでと環境っていうんですかね、そういった形の意味合いもあるんですよ。うん、で作業場向かえばもしかしたら作業やれるかもしれない。本当に行きたくなくて、今日は本当に作業がしたくなかったんですよね。うん、けどまあなんとか無理くり行って、まあ、結果ちょっと作業ができなかったんですけど、でまあ作業が遅いということで、まあ、ダメ人間ということでダメダメなんですけど、でもちょっと言い訳、まあその YouTube をやりながら、要はこう見せる動画、まあ、そんなうまいこと見せれてもないですけど、そのなんかこう段取りの段取り、普通のその DIY の段取りとは少しちょっと違うような段取りも必要になってきてるんですよね。うん、で、まあ、変な話、ぶっちゃけ話で言うと、そのもしあのショベル、今僕が修理してるショベルが直ってしまったら、それこそネタに困る可能性があるんですよ。もう作業場に来る必要性もなくなってしまって、まあ僕なんかはほぼほぼ喋ってるだけなんで、そのハーレーのことであったりだとか、ショベルヘッドのことということで、ただこう喋ってるだけなんで、まあ、このラジオ形式とかでも帰りの、この車の中でこう、カメラ回して、こう、やってるだけなんで、別に作業前に行く必要とかもないわけなんですよね。うん。で、作業が終わってしまったら、もうその動画ネタ、作業動画はもう上げることができないっていう状態になるんですよ。あ、もちろんですね、それは違う方法、例えば別、もしこれ出来上がったら、まあ、例えば Vlog ですか、そのショベルに乗って Vlog とかいろいろ考えてたりはするんですけど、まああれが直らないことによって動画が撮れるっていうところもあるんですよ。うん、だからちょっと急いでないっていう、まあこれはダメ人間、まあ甘えの言い訳になってるんですけど、そういったところもご理解いただけるとっていうところなんですよね。でなんかいろいろその、まあ、動画ほぼほぼ動画は無編集ということで
やってるんですよ。通常 YouTuber っていう方、YouTube で動画を上げる人っていうのは、動画を撮って、それを編集して、テロップ入れたりとか、そういったことをしてるんですけど、僕自体はもう本当にもう、毎日、なるべく毎日上げたいっていう気持ち、ペースを作りたいっていうところもあって、やれる範囲での動画ということなんですよね。作業動画ももう、昔はもう作業動画ということで、ちょっと手元をアップにして、作業してるとこをアップにして、話もちゃんとしっかりしてっていうところで動画は作って、でその後はもう普通にこうライブのような流れのような動画を最近はちょっと上げてるんですけど、それの YouTube のちょっとした編集はけど必要なんですよね。だからちょっとその作業が遅いということで、皆さんこうイライラしている方もおられるのかなと思うんですけど、ちょっとそこはご理解いただけるとってとこなんですよ。なんて言うんですかね、初めて見る方とかチャンネル登録をして、グッドとチャンネル登録お願いしますね。すいません、なぜかここでチャンネル登録で、その YouTube、運営っていうんですかね、YouTube をやっていく中でいろいろこう他でやらないといけないこととかもいろいろあるというか、作ってるんですよね、自分のルールの中で。そのやらないといけないことっていうのが、例えばオンラインサロン、オンラインサロン誰もまだいないんですけど、オンラインサロンのちょっとやり方変えてみようかなとか、そういったことを、例えばこの僕が今思ってることだけでも、これラジオということで、ベラ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 喋ってしまうんですけど、その今まで喋ってきたことっていうのがあるんですよ。チャンネルを始め解説した当初は雑談というような形で、いろいろ話はさせていただいていたんですけど、その話したことを、今度はその文章に、要はそのいつも僕一発撮りって言って、その要はタイトルを決めて、でもうそのまま、ある程度こういったことを話したいよっていうことは頭の中には決めてるんですけど、台本とかも書かないんですよ、全く。要はもうタイトル決めてバッと話し始めるっていうことなんですよね。でその後編集ということでいろいろいじったりしてる時に、自分の話したこと何度も聞くんですけど、こう話足りてないんですよね。実はもうちょっとああいう風に言えばよかったとか、もうちょっとこういう言い回しがあったなとか、なんかこれをちょっと題材しときゃよかったなとか、いろいろ思い、振り返ること、そっちの方が多いくらいなんですよね。自分の言いたいことは言えてる動画ということで、アップはしているんですけど、もうちょっと背景を細かく伝えれればよかったなとか、そういう風に思うことがたくさんあるんですよ。でそう思ってた中で、その電子書籍っていうのがあって、そのいろいろその要は短編じゃないですけど、もうちょっと詳しくこう背景だとかなんとかっていうのを言葉として文章として書いて、なんかアップしようかななんていうことも考えてるんですよね。先ほどもちょこっと触れたんですけど、オンラインサロンということで、ちょっとオンラインサロンもし入ってくれる人をもうちょっといろいろ工夫して入ってもらえるようにしたいなと思ってるんですけど、それもしか、何人かまで増えたら何々したいとか、いろいろこう僕も計画がすごい楽しい計画、皆さんも楽しんでいただけるとは思うんですけど、そういうふうに思ってるんですよね。まだまだ時間もかかって、僕もそのまだそのなんていうんですかね、やり方っていうのがうまいことできてなくて、空回りのようになってはしまっているんですけど、なんかそんな感じでいろいろ考えてるんですよ。で作業が遅い、人間は今日でも寝坊して作業結局してないんですよ。そういった形で、テンションっていう問題もあったりとかして、言い訳なんですけど、そういった形でゆっくりながらもう進んでいるっていうところなんですよね。今日でも作業はしていないといっても、動画その話ですか、話すやつ雑談を3本ぐらい撮ってるんですよ。この帰りのこのラジオということで、これはもう4本目になるんですかね。だいたい1本10分ぐらいなんで、40分話し続けるっていう、結構な、これも作業というか僕のやりたいことなんですよ。なんでそのショベルヘッド
をまあバラバラにしてもう一度組み上げる、悪いとこ見つけて組み上げていくっていうことがまあベースではあるんですけど、そことは別のこともちょっとやってるんで、ちょっとその進行度合いが遅いっていうのは僕もちょっと思ってて、見ていただいている方でまあちょっとイライラするっていう方もおられるのかなと思って、まあちょっと今お話はさせていただいているんですけど、うん、なんかそういうことですよね、うん、で今もこれちょっと今朝、今日は車多いのはちょっと寝坊して作業場にいる時間が長かったんで、今もう6時ぐらい、もう日が昇りそうなんですよね。で多分これ出勤される方とかが多分結構いると思うんですよで、まあ、チャンネル登録とかっていう話もあったんですけど、チャンネル登録、登録者がやっぱり1万人を目指すっていうところなんですよね。なんかちょっとそういったところもなんか出てきたりとかして、いろいろまあその YouTube と作業と、まあ、オンラインサロンであったりだとか、まあ、仕事もありますし家庭もありますし、もうものすごい言い訳になってますよね。まあそんな感じなんですよね。まあちょっとそんな感じで今日は話をさせていただきまして、まあ、ダメ人間ということでいろいろこうテンション上がらない時もあってというとこですね。はい、ですけど必ずちょっとずつ少しでも前進ということは心がけていますので、またちょっとこういった動画で、また作業場の帰りにはまたこういったラジオということでやりたいなと僕自体は思っていますので、まあ、コメントとかいろいろこのラジオでこんなこと話してまあよかったよとかなんかあればコメントいただければ嬉しいです。はい、ありがとうございました。